日露戦争時代、日本初のロシア兵捕虜収容所。ハーグ条約がある限りの君たちの人権は守る。そして二人は出会った。戦争の敵を受け入れるいうことはなかなかできることじゃないね。I killed your sister during the war. Would you be able to forgive me?トロフィーの武器がサンクトペテルブルクで見つかったんだ。だからロシアに一緒に取材手伝ってくれ。The smile is beautiful. スローキンさん、ブラストビーチ。あなたにはロシアの血が流れとるんよ。ロシア兵とこの店とどっちが大事なんだ。ストラスムシー。What if I asked you to stay in Japan for the sake of love? What if I asked you to come with me to Russia for the sake of love? 日露戦争時代のロミオとジュリエット。ソロウキンの見た桜。